コルビーチーズは牛乳から作られるセミハードタイプのチーズ。もともとコルビーチェダーと呼ばれアメリカ合衆国が原産地である。コルビー南西にあるオリジナルの工場コルビーの町にある石踏みには町とチーズとの関係が記されている。1885年、ウィスコンシン州コルビーにおいてジョセフ・カイ・スタイン・ウォンドは父から受け継いだ工場で、 新しいタイプのチーズを作り出した。チーズの名前は、その3年前に設立された村の名前にちなんで、呼ばれている。なお現在、コルビーチーズは広く製造されているが、発祥地のコルビーでは生産されていない。コルビーチーズの製法は、チェダーチーズに近いが、チェダリングは行わない。コルビーチーズは、セミハードタイプとみなされているが、チェダーチーズよりも柔らかく、水分を含み、 マイルドである。これはウォッシュしたカードを用いるためである。製造時にホエーは水に置き換えられ、これがカードの酸味を減らすとともにコルビーチーズの特徴的なマイルドな風味につながっている。多くのチーズと同様に1ポンドのチーズを製造するためには1メートルガロン以上の牛乳を使用する。モントレージャックチーズの製法はコルビーチーズとほぼ同様である。 しかし、コルビーチーズはアナ等で調味され、甘いナッツ風の風味とオレンジ色の色彩が添えられる。ロングホーンはアメリカにおけるコルビーチーズの最もよく知られたスタイルである。ロングホーンという名はオレンジ色の長い筒状をしたチーズの形状に由来している。コルビーは本来の四角形や半円状の形状でも強される。コルビーチーズは熟成させず、 速やかに乾燥させる。コルビーチーズは風味がマイルドであるため料理には滅多に使われない。典型的にはテーブルチーズとしてあるいはスナックやサラダに入れて用いられる。コルビーチーズとモントレージャックはしばしば混ぜられコルビージャックと呼ばれるマーブルチーズが作られる。ピンコーニングチーズはコルビーに近い熟成チーズである。2015年芸術家のジョンリー・ペンホフト チーズ職人のボブ・ウィルズはダブルクリームコルビーを開発した。ありがとうございます。